みんな鏡を割って。だけどそれじゃルフィが。ルフィの邪魔をしたい。鏡を割られた。確かにこれで船に照らしてくる。ジャッカ、お前は俺には勝てない。見えてだな、悪あがきはやめるんだ。長くは持たんようだな。はっ、そうか、エアフォースの時間切れだ。逃げるぞ、なるべく遠くへ。エレファン、なんとか10分逃げ切らねえと。え、回復するまで休めそうだ。ありがとう。ついでにだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。リパキは消耗するもんだ。長期戦になればあいつのケプスピッ。え、バカに見えて戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。剣忍色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。だが鍛えるとなれば私は。おう、望むところだ。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、いつかレイリーが言ってたんだ。強敵と戦うほど俺にも見えるかな、少し未来。ずっとあいつを超え、これ全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答えろ。なぜ戻ってきた。それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと。お前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。キレアルの剣分子に近づいて。お前にも攻撃は分だ。エンは持ちの能力じゃなくて剣分色なんだろ。ああ、俺は効率よく避けていく無駄だ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを裏極めたとつぎえて、お前が勝てる道理はない。覇気は一戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち、何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。
ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。Hey!